Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. さあ、というわけでお疲れ様です。バナートです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、ポップマートアンボクシングな Vlog なんですけども、今日はちょっとね、スペシャルでお送りしたいと思います。というのも今回はですね、まだ日本では発売されてない、ビッグサイズフィギュアですね。ポップマートさんから出てるビッグサイズフィギュアですね。そちらを開封させていただこうと思います。じゃあまずね、今回開封するものをまず見ていただきます。こちらです。じゃじゃーん。こちらポップマートとこちらですね、上野陽介さんがコラボしたアイテム、こちらハピコマシーンでございます。このハピコね、このワンダフルワールドのシリーズでおなじみの上野陽介さんのハピコというキャラクターのビッグサイズフィギュアですね。ポップマートさんから販売されるものになっております。こちらですね、もうこのイラストがもうすでにやばいんですけど、これはね、作家の上野陽介さんから直々にこう送っていただいたものとなっております。ありがとうございます。上野さんとはね、あのハピコのブラインドボックスの動画をアップした時から結構あのメッセージをいただいたりして、初めてね、あの作家さんでこう自分の動画に、レスポンスいただけた方で、非常にあの僕も、尊敬してる方なんですけど、であのインスティンクトイのね、大久保ひろとさんのサイン会の時にね、初めてね、お会いしてこういろいろお話しさせていただいたりね、もう本当に非常にこう気さくな方で、あのめっちゃ楽しい時間を過ごさせていただきました。でそんな上野さんがね、今回このハピコマシーンをご提供いただいたので、こちらね、あのもうなんか動画提供用っていうよりかはもう僕に見てほしいっていう感じで送っていただいたので、もうマジで嬉しいですね。もうあのじっくり見させていただきますもうね、箱がすでにやばいんですよね。この箱もうね、シュリンクは今もう外した状態なんですけど、もうね、この箱から見てほしいんでね、いやーちょっとこれやばいっすよね。というわけで、じゃあ開けていきましょうか。せーの、よいしょ。お、来ました。まずはこのおなじみのカードですね。やばー、これこのイラストっすよ。これ最高ですね。ポップマート陽介上野ですね。これですよ、これ。これもディスプレイですよね、もう。いやー。さあ、そしてこれを開けるともう、おそらく、いらっしゃるんですよね。いきます。せーの。じゃーん、来た。来ましたね。いやー、やばい。これは、ちょっと出してみましょう。よいしょ。わあ。ていうかこの頭の部分、これやっぱり取り外しができるんですね。もうこれをつけてる状態での商品しか見たことなかったんですけど、これもちゃんとこの僕の一番ハピコで一番好きな場所、このレインボーなところなんですよね。ここが一番好きなんですけど、ちゃんとありますね。かぶせるとこんな感じです。じゃあちょっと、よりでじっくり見ていきましょう。はい。というわけで、おなじみのスペースにやってまいりました。さあ、じっくり見ていきましょう。いやー、ちょっとどこから見ていきましょうかね。とりあえずね、あの、ブラインドボックスの、こちら、ワンダフルワールドというシリーズです。こちらがね、まあ、オーソドックスなデザインのハピコですね。これもめちゃくちゃ、これだから本当にデザインが、ポップマートグローバルの方で発表された時に、もうこれ真っ先に、もう即座にアソートボックス購入を、決めた一品ですね。本当になかなか、アソートボックス購入ってね、結構僕の中では、今のところ歴代数そんなに多いわけではないんですけど、まあその中でもね、このハピコに関しては、アソート購入、即決した、もう大好きなデザインなんですけど、そんなハピコが、ついに、ビッグサイズになりました。
日本での発売に関してはね、ポップマートジャパンさんのアナウンスをね、チェックしていただければと思うんですけども、もうすでにね、ポップマートの台湾のちょっとお披露目会的なサイン会があって、その様子をね、僕もポップマート台湾のインスタで見てたんですけど、もうその時点でね、これ本当にめっちゃいいなって感じで見てて、いやー素晴らしいですよね。もうこれもうどうしようかなって感じなんですけど、で今これ足のところ、今気づいたんですけど、多分ここが可動式ですよね、この足の部分ね、ここなので、ここビニールがついてるんで、これをねちょっと先に剥がしちゃいましょう。さあ本来のね綺麗な姿になっていただきました。足がこういう感じで動かせるんですよね。なのでちょっとね、この動きで表情的なところも変えれたりするのがいいですね。このちゃんとね、可愛さと芸術の絶妙なライン、僕の大好きなね、攻めるポイントなんですけど、いやー素晴らしい。この足の部分も両足こうデザインが違って、こっちはねこう目がついてるような感じで十字のデザインがされてます。本当にね、かなり遊び心のなんかこうすごい溢れるキャラクターだなという第一印象ですね。このお腹の部分ですね、これここにプレイっていう文字があって、まあ、この全体的からこう漂う僕の個人的な印象では、ちょっとこうレトロ可愛い感じに、感じました。うん、ちょっとしたレトロを感じるロボットかなという感じですね。まあ、特にそれがすごい出てるのは、このお腹の部分のね、メーターとこのプレイという文字、ここなんか押したくなりますけどね押したら本当に動き出しそうなハピコマシーンです。でお腹ぐるっと一周すると、こんな感じで後ろにはここね、バッテリーっていう、なんかめっちゃエモいっすよね、このバッテリーの感じ。僕89年生まれなんですけど、このここら辺になぜかこうエモさを感じるのは私だけでしょうか。ちょっとしたレトロを感じます。白ベースで作られたロボットの本体ですね。結構かっちりしっかりこう固めな質感のフィギュアでね、ちゃんとこう頑丈な感じですね。この両腕なんですけど、腕マジ可愛いっすね。このここまずこっちですね、こっちの腕ポジティブエナジーというね、これやばいっすよね。これポジティブ光線的なものが出てくるんでしょうか。このこれね、あえて今回ね、その上野さんからこのデザインコンセプトとか一切聞かずに、僕の直感で今回ねレビューさせていただいてるんですけど、もうポジティブなエナジーがもう今にもこう飛び出そうな感じですね。いや可愛い。このクリア形成、クリアカラーなんですけど、この中がねちょっとこうドロット感があるというか、動画でねどれぐらい伝えられるか分かりませんが、このね内側のドロット感が本当にこのエネルギーがこうね溜まってそうな感じがします。でこの可動部分はこういう感じで動きますね。この関節っていうんでしょうか、この黒いねちょっとこうこの部分もね非常にこだわりを感じますね。ちゃんとこう自由に動くんだぞっていうね意思を感じますね。やっぱお腹、そっかからのお腹からのこちらの腕ですね。こっちもやばいっすよね。こっちは、ここも稼働する感じですね。手のひらのね稼働します。でここに1って書いてあるんですよね。これもきっと、作家さんのメッセージがあると思うんですけど、ここもすごいくて、でここにこれはおそらくちょっと違ったらあれなんですけど、これ上野陽介さんの陽という字なのか、これちょっと非常に気になるところですね。全然違ったらあれなんですけど、でこのここの部分にね、球体の部分にこうスマイルがついてるという感じで、まあ、全体的に本当ハッピーとかこうポジティブとかそういった、明るいね、なんか前向きな、意思を感じるロボットっていう感じですね。でこのパーツのこっちもね稼働するんですけど、そうこっちのパーツも本当に綺麗で、このクリアカラーすごいですよね。本当に中のキラキラ感がすんごい伝わってきます。でそしてそのまま上に行きますと、今度は頭部ですね。この頭部もね、これはもうやばいですよね。いやこれ本当に遊び心あふれるこの可愛らしいロボットデザインで、両側のこの耳の位置にあるこのね、これもまた両側でデザインが違って、そのガチャガチャ感がすごい可愛いんですよね。このこれこれ左右でね、またこれもちょっとレトロ感あっていいですよね、この感じ。
金属っぽい感じのパーツが横についてます。この部分が黄色なのもね、かなりポイント高いですね。好きな色、いいっすね。でこのね、これ僕がパッと見なんかこうどこか懐かしいと感じる、この顔の部分なんですけど、ずっとこうハピコの顔にピントが顔認証してるんですけど、いや本当に綺麗なパーツですね。オレンジと赤っていう感じで、ここには V字のパーツがついております。非常に可愛らしい、なんか本当にロボットなんですけど、こう可愛いロボットっていう感じがしますね。でそのままこうこれちょっとパカッと外しまして、ちょっと上の部分にはね、こういったちょっとパトランプみたいなものもついてますと。もうほんと先ほどのあのパッケージのね、上野さんが描いたイラスト、本当にかなり忠実に作られてるなっていう感じがしましたね。やっぱね、僕はハピコファンとしてはやっぱりこの撮った状態ですよね。このね、撮った状態のこれを眺めてるだけで何杯でもお酒飲めちゃうみたいな、そんな表現が正しいのか分かりませんけど、ここですよね。やっぱりもうこれぐるっとぜひね見ていただきたいんですけど、まあ、このオリジナルのハピコ、まあ、このワンダフルワールドのハピコもそうだったんですけど、このね頭のこの綺麗ですよね。本当に美しい、グラデーションというか、まあこう色が変化していく感じですね。ぐるっと見ていくとこういう感じでね、瞳の質感ですね、瞳の質感をちょっとクリアパーツ、クリアカラーになってる感じですね。顔はもう正真正銘ハピコですね。いやーいいっすね。この取り外しできる取り外し式はマジで嬉しいっすね。とかもちろんね、つけてロボット状態でもいいですし、この着脱ギミック何度でもお見せしたいですでこの全身の後ろ姿です。これね、これもマジで可愛いですよね。なんかなんだろう、この愛らしさがありますね。このロボットね、後ろ姿はこんな感じで可愛いですね。そのままこうくるっとこっち向くとハピコの顔が見えるという感じですね。いやーこれ本当にやばい。この稼働して、この今思いついたんですけど、この手がねこう上に向けられるんで、でそうで頭の位置もこういう風に、もちろん首もねこういう形で左右にこう動かせるので、ポーズもねこういう感じでかっちょいい感じにもできるんですよね。いやーこれは本当にポージング次第でまた表情が変わってくる感じですね。まあ、本当にあの手足のね、こう手足とこう首を動かすことで表情がまた変わって見えてくるという素晴らしいフィギュアですね。いやだからこっち逆とかでもいいですよね。こっちの方がなんかこうポジティブエナジーを発射するハピコっていう感じで、これもこれでめっちゃいいですね。いやこれは本当にいろいろ遊びがいのあるフィギュアですね。まあ、もちろんディスプレイね、綺麗にこう丁寧にディスプレイするのもありですけど、ちょっとね最初これ遊んでみても楽しいですね。いろいろ動かして遊ぶのもありかなと思いますね。よいしょ、ポッとね、うわークオリティ、いや本当にポップマートさすがっていう感じの、やっぱり、ね、ビッグサイズクオリティ高いですね。でこのまあおなじみこう足裏にポップマートと陽介上野という感じで、ロゴが入ってますね。ほんとこれはもう箱も含めて一つの、まあ、芸術品ですね。本当にアートトイという感じです。そうなるとですね、やっぱりこの空間に持ってきたくなっちゃうんですよ、彼を彼というのか分かんないですけど、よいしょ、さあ来ました。すごいことになってきましたね。ロボットムッキー M8 も来ちゃいましたね。これはすごい。もうこちらインスティンクトイの、ムッキーのねロボット M8 なんですけども、かなり相性良くないですかこの感じね。でこれ M8 はね、まあ、過去にレビューしてるんですけど、こう開けると中にねこうムッキーが入ってる感じで、でこうこの中が開くので、まあ、こうこういう遊びもできたりしてね、本当にこのロボット系ビッグサイズのポップマートは遊びが
本当にふんだんにこうね散りばめられてて非常にいいかなと思います。そう、このミニハミコがここに入れることもできるという感じですね。なんか個人的にはこのハピコのこの顔全体な感じを見たいっていうのもあるけど、まあ、やっぱこうつけるとバランス的にはね非常にいい感じになるんで、いやーもう本当にこれはデスクに置いてこうちょっとたまに触るみたいな感じでもいいかもしれないですね。いやーこれはやばいな本当にすごいすごい並びになっちゃいましたね。いや本当にこんな素敵なプロダクトをね送っていただき本当に本当にありがとうございます。というわけで今回はポップマートアンボクシング Vlog からバナードでした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。